副反応、副作用について教えてください。はい、副反応っていうのは、打った早期に出るっていうものですね。その一時的なもの、一般的には3日ぐらいで終わっちゃうやつですね。今日はちょっとメッセンジャー RNA ワクチンに限って申し上げたいというふうに思っております。アストラゼネカ社のアデノウイルスベクターワクチンと言われてますけど、若干ちょっと説明が違うんでですね、もう必要があればその時にですね、こういった場でまたお話をしたいと思ってます。このいわゆる副反応っていうやつはかなり効率に出ます。一番多いのはですね、やっぱ打ったところが痛いっていうんですね、これ。これはまあ当たり前の話でありまして、針刺すわけで打ちますから、これは結構9割近くの人に痛いっていうのが出ます。私は医療従事者で患者さんも見てますんで、4月にも打ったんですけども、この時はもう痛かったです、正直言ってですね。だけどもう強くはないですね。もうその日、全然普通に仕事をして、夜もお酒飲んでましたんで、そんな深刻になることはないんですけども、そういう痛みはあります。で、もう一つよく言われるのが、発熱とかですね、あるいはだるさが来るとかですね。今のファイザーのワクチンは3週間おきに打ちます。で、これから出てくるであろうモデルナっていうところのワクチンは4週間おきに打ちます。これはほとんど似てるんですけどね、同じようなもので。これ傾向がありまして、このメッセンジャー RNA ワクチンっていうのは1回目と2回目、そして2回目の方が実は反応がちょっと強いということが、少なくとも日本人についてはよく分かっていますね。そしてまたですね、若い方が出るんですね。このメッセンジャー RNA ワクチン、ファイザーのもので言えば18歳から54歳と55歳以上で分けてるんですけども、18歳から54歳の若い層の方が多かったってことになります。やっぱり若い方の方々の方が免疫が反応がしやすいんですね。それゆえに反応すると。だから、どちらかというとですね、抗体なんかも免疫も立ち上がりやすいということは若い人の方が有利ということが言えるんですけども、ファイザーのワクチンについてはちゃんと高齢者でもちゃんと防御されてますので、そこの辺はご心配ない。ただ、副反応については若い方が強く出るということはもう分かってます。で、副作用についてはどうかと、これの、一般的に立てた、有害事象って呼んでますけど、いわゆる一般的な副作用ってことですよね。これについては、重篤なものは稀です。一般的にはですね、いくつか筋痛等が残るっていうのはありますけれども、そんな頻度は高くありません。そして、入院を要するようなものについては、因果関係があるっていうのはほとんどなくてですね、言ってみるとそのプラシーボ群とほとんど同じということになっておりますので、ここについてはあまりその問題になるようなものは起こってないというふうにご判断いただいて結構だというふうに思ってます。